面ライダーエグゼイトショー、この後すぐ。うわうわ、人々をウイルスの脅威から守るために M は変身する。その名も仮面ライダーエグゼイド。もうコンティニューでクリアしてやるぜ。さあみんな、エグゼイドが来てくれたよ。みんなで応援するよ。せーの、いるかもしれないんだ。そいつは怖い病気のウイルスを持っていて、みんなのことを病気にしようと襲ってくるかもしれない。でも大丈夫、みんなのことはこの俺エグゼイドが必ず守るからな。だからもしバグスターを見かけたら大きな声で俺のことを呼んでくれ。それじゃあ頼んだぜ。ダメだ、全然クリアできない。イライラする。それ、うわなあ、やられた。父さん、こんなゲームやってられるか。俺はもっと面白いことがしたいんだよ。こんなゲームじゃない、もっと楽しいことだ。そうだ、ここにいる人間どもをウイルスに感染させて全員バグスターにするっていうのは楽しそうだな。さあ、ドイツから感染させてやろうか。病気にかかりやすい子供がいいな。お前にしようか、それともお前か。どうせ全員感染させるけどな。待て、術式レベル2、レベルアップ。ゲームしたバグスター。お前、仮面ライダー、面白いこと思いついた。何を企んでいるか知らない。俺はオペをするだけだ。これよりバグスター切除手術を開始する。ブレイブも来てくれたよ。さあみんなで応援しよう。せーの、また遊ぼうぜ。待て、邪魔をするな。
をしに来た？研修医。デーブ病の患者さんがいるんだ。知らないか？患者に興味がある。俺はバグスターを排除するだけだ。おい、ああもう。行くんだよ。バグスターを追う。それよりも患者を探さないと。お前が探している患者を知らないか？あのバグスターはこの会場にいる人たちからバグスターを生み出そうとしている。なんだって？それなら早く患者を見つけ出さないと。好きにしろ。俺はバグスターを倒す。待てって。ブレイブも一緒に探そうぜ。ノーサンキューだ。俺には俺のオペのやり方がある。あ、おい、相変わらず冷たいやつだな。でもバグスターと戦ってみんなを守るっていう戦いなのか。いや、俺のオペは患者を救うオペだ。とにかく患者を探してみよう。はあ、やっぱり画面越しのゲームなんかよりリアルの戦いの方が面白いな。バグスターウイルスをばらまいて人間どもをゲーム病に感染させる。そこからバグスターを発生させるには感染者にストレスを与えなければいけないんだ。俺たちの邪魔をしに必ず仮面ライダーが来る。それを利用するんだよ。ここにいる人間どもの前で仮面ライダーをぶっ倒せばかなりのストレスになるはずだ。そうすればバグスターが生まれる。どうだ、面白そうだろう。だが俺は今お前たちウイルスは弱い。あいつに絶対勝てないだろう。そんな雑魚キャラのお前たちでもちゃんと俺の役に立てるようになるゲームがあるんだよ。じゃじゃーん、それがこれだ。このゲームは選んだ人物をこのコントローラーで操ることができるようになるんだ。画面越しのつまらないゲームとは違って目の前のやつを自分で操作して戦うんだ。面白いだろう。ほらやってみろよ。そしてここにもう一つコントローラーがある。こっちでも操ってやれば。お互いキャラクターを操作し合って相手を倒すゲーム。そう、格闘ゲームの完成だ。ゲームを使って仮面ライダーと勝負するんだ。なーに心配するな。俺にはとっておきの作戦がある。まずはお前にこのデータをやろう。見つけたぞバグスター。先にお前を見つけるなんてな。今度は逃がさないぞ。いいところに来たな、エグゼイド。探す手間が省けたよ。お前を倒してゲームクリアさせてもらうぜ。いいだろう、勝負してやる。このゲームでな。ゲームで勝負？どういうことだ？俺が用意したゲームがあるんだ。お前、ゲームが好きなんだってな。ああ、ゲームは大好きだ。俺もそうだ。ゲームが大好きなんだよ。だからゲーマー同士、ここはゲームで勝負をつけようじゃないか。いいぜ。俺はどんなゲームだろうと負けない自信があるからな。その勝負受けて立つぜ。そうと決まれば話は早い。ルールは簡単だ。このコントローラーでこいつらの中から一人を選んで勝負する。いわゆる格闘ゲームと同じだな。なるほど、
お前らが考えそうなゲームだな。面白そうだろ。操作方法は説明はもういい。説明書は読まないのが俺のプレイングスタイルなんでね。そうか、じゃあ俺はこいつを選ぶぜ。どうした、お前も早く選べよ。どっちにしようかな。決めた、こっちのキャラクターだ。じゃあゲームを始めるぞ。望むところだ、かかってこい。ゲームスタート。天才ゲーマー、なかなかやるじゃないか。全然攻撃してこないな。真面目にやってるのかよ。それじゃあそろそろ本気を出させてもらうぞ。